皆さんこんにちは。テレビ界の帝王とまで呼ばれた島田紳助さん、開運何でも鑑定団や行列のできる法律相談所、クイズヘキサゴンをはじめ数々の人気番組で司会を務めました。今回はそんな島田紳助さんについて紹介していきましょう。島田紳助、本名長谷川公彦、1956年3月24日生まれ、68歳、京都府京都市南区唐橋出身。1977年に漫才コンビ島田紳助松本龍介を結成。1985年の解散後は芸能界を引退する2011年まで数多くの番組で総合司会プロデューサーとして活躍しました。しかしそんな島田紳助さんは暴力団関係者との交際の発覚を理由に芸能界を引退しています。島田紳助さんは開運何でも鑑定団の放送終了直後の2011年8月23日に吉本興業の取締役や弁護士とともに記者会見を開き、暴力団関係者と黒い交際があったこと理由に引退を宣言しました。50分にも及ぶ引退記者会見の中で島田紳助さんは2005年6月から2007年6月までの間で暴力団関係者と親密な関係があるようなメールのやり取りをしていたことが発覚し、所属している吉本興業から事情を聞かれたため関係を認め引退を決意したとのこと。暴力団関係者とは親密な関係ではなく十数年間で5回程度とし、暴力団関係者と付き合うことで利益を得ることはなかったと会見内でコメントをしていますが、反社会的勢力である暴力団関係者とつながりを持つことは芸能界ではタブーであり、島田紳助さんは社会的責任を取るという形で引退を発表しました。島田紳助さんは暴力団関係者と関係はあったものの、それが親密な付き合いと呼べるほどのものだったとは思っていなかったことが間違いだったと語っています。関係を持った理由について島田紳助さんは、過去に窮地を暴力団関係者に救ってもらったことがきっかけだったと話しています。このことから以前に暴力団に何かしらの借りがあったようですね。そのことの延長で付き合っていたのかもしれませんね。しかし暴力団との交際は実は親しかったんじゃないかとも言われています。その理由として以前島田紳助さんは、十数年前なのですが解決できないトラブル、どうしようもないことが起こったので事務所を辞めよう、芸能界を去ろうと決意しました。その時昔からの友人である A さん、ひっきりなしに会っているわけでは全然なく数年に1回会うペースでしたが、僕が非常に悩んでいるという話を聞いて、どうしたんだと自宅に電話してくれました。そして A さんに話したら、A さんは組織の B さんにその話をして僕の悩みを解決していただきましたと話していました。このような話もあるので、実は親密な関係で困った時には助けてもらっていたのかもしれませんね。しかし島田紳助さんの引退の真相は実は女性マネージャーとのトラブルが原因だとも言われています。2004年10月25日大阪朝日放送のロビーで島田紳助さんがコラムニストで写真家勝谷政彦さんの女性マネージャーに対して傷害事件を起こしました。女性マネージャーは島田紳助さんから挨拶の仕方が悪い、俺を誰だと思ってるんだと詰め寄られ、控え室に連れ込まれ怒鳴り散らされた挙句複数回にわたって暴行を受けたといいます。島田紳助さんは大阪区検から傷害罪で略式起訴され、大阪関西に罰金30万円を全額納付しました。女性マネージャーは島田紳助さんの芸能界引退を要求していましたが、わずか2ヶ月の謹慎で島田紳助さんが芸能活動復帰したことと吉本興業を解雇されたことを不服として、島田紳助さんと吉本を相手取り、東京地裁に4400万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしました。裁判は女性マネージャーの勝利で、東京地裁は島田紳助さんと吉本に対し1045万円の治療費などを支払いを命じたのですが、それでもまだ不服として控訴、被告も控訴しています。
最終的に2011年9月22日に東京高等裁判所で和解が成立しましたが、吉本興業は内容を明らかにしませんでした。おそらく女性マネージャーに有利な内容であるために公表したくなかったのでしょう。そんな島田紳助さんですが、その絶対的権力からタレント2人を自殺に追い込んだという噂があります。そのタレントというのが飯島愛さんと上原美優さんです。飯島愛さんはタレントでしたが、元セクシー女優という異色の経歴を持っていました。自分の意見をしっかりと持ち、人の相談に乗ってあげる心の優しい女性だったそうです。残念ながら2008年3月31日の芸能界引退後、1年も経過しないうちに自宅で亡くなっているのを親戚の女性に発見されました。肺炎が原因とされていますが、飯島愛さんは36歳と若く、亡くなる病名とは考えにくいことから他の原因ではないかと言われています。そしてこの飯島愛さんの死に島田紳助さんが関わっているというのです。京都清水寺に三年坂と呼ばれる、登る途中で転ぶと3年以内に亡くなるといわくつきの坂があります。京都をめぐるテレビ番組のロケ中に三年坂で島田紳助さんが飯島愛さんをわざと転んでみせろと仕向けたために、飯島愛さんが転んだふりをしました。ふりといっても転んだことに違いはありません。それが飯島愛さんが亡くなった原因で、三年坂で無理やり転ばされた飯島愛さんの怨念が島田紳助さんを引退に追い込んだという噂があるのです。このようなことを信じるか信じないかは人次第ですが、若くして亡くなった飯島愛さんの亡くなった原因が明確でない以上は、このようなことが噂されてしまうということもあるということですね。上原美優さんも2010年3月29日に母親が心筋梗塞のため65歳で他界した頃から上原美優さんの様子が変わり、残念ながら2011年5月12日24歳という若さで自らの命を絶ちました。この上原美優さんの死に島田紳助さんが関わっているという情報があるようですが、それは全くのガセネタです。上原美優さんが亡くなった直前に男性との関係が出ていますが、それは島田紳助ではなく関東連の石本太一です。よってこの上原美優さんの亡くなった件について島田紳助さんは無関係でしょうし、実際上原美優さんを娘のように可愛がっていたそうです。そんな島田紳助さんには隠し子がいるという噂があります。その隠し子の相手というのがヘキサゴンファミリーでもあった木下ゆきなさんです。ここから少し木下ゆきなさんについて紹介していきましょう。芸能界を引退した元タレントの木下ゆきなさん、プライベートでは離婚した元夫藤本敏史、藤門さんとの間に2人の娘を出産されており、今ではシングルマザーとして子育てに励んでいます。そんな木下ゆきなさんの娘2人ですが、ネット上ではたびたび父親が藤門ではないのではという噂が流れているようです。木下ゆきなさんは2010年に藤本敏史さんと結婚、そして2012年に長女リリナさんを出産、その3年後の2015年に次女マカナさんを出産し、インスタグラムに投稿されている可愛らしい姿がたびたび話題になっています。2019年に藤本さんと離婚してからはシングルマザーとして2人の子供を育てています。離婚した今でも長女リリナさんの誕生日を家族4人でお祝いするなど、とても仲が良い家族に見えます。しかし一体なぜリリナさんとマカナさんの父親がフジモンではないという噂が流れたのでしょうか。理由1、木下ゆきなさんの不倫騒動。木下ゆきなさんの不倫報道が出た後、リリナさんの顔がフジモンに似ていないと話題になり、実の父親は誰なのかという詮索に火がついていったようです。確かに木下ゆきなさんには結婚後もインスタグラムでの匂わせ投稿が話題になったり、男性の噂はたびたびささやかれていました。一部ワイドショーで取り上げるほど炎上したこともあります。理由に長女と次女の顔が似ていない、また長女のリリナさんと次女のマカナさんの顔が似ていないことからも、ネット上では父親が違うのではないかとささやかれていた時期もあります。
このような理由から木下ゆきなさんの娘の父親はフジモンではないという噂が広がっていたようです。そんな中、リリナさんの本当の父親は島田紳助さんではないかという噂があります。結論を言うと、島田紳助さんが父親という確証をめいた情報は出ていません。そのためあくまでネット上の噂でしかない形になります。それでは一体なぜ島田紳助さんに父親説が流れたのでしょうか。理由1、タレントマリエの枕営業暴露。ことの発端はマリエさんが島田紳助の枕営業強要を暴露したことではないかと言われています。2021年4月4日、マリエさんはインスタグラムでライブ配信を行い、15年前の18歳当時、島田紳助さんに枕営業を強要されたと告白。さらにその場には出川哲朗さんやお笑いコンビヤルセナスも同席しており、いいじゃんマリエちゃんやりなよと煽っていたとも暴露したそうです。マリエさんは私は嘘はついていないとインスタグラムに投稿していたものの、インスタライブで名前を挙げられたタレントは事の真相について否定しています。しかしマリエさんはクイズヘキサゴン2や世界バリバリバリューなど島田紳助さんが司会の番組に多数出演していました。そして枕営業を断るまでは出演できていたようです。マリエさんも枕営業で出演していたのであれば、木下ゆきなさんなど当時ヘキサゴンファミリーと言われていた出演女性タレントはとの疑問につながったのが噂の発端のようです。理由に、島田紳助と木下ゆきなの長女が似ている。以前に SNS に投稿されたリリナさんの幼少期の写真が島田紳助さんにそっくりだったのです。しかし成長したリリナさんの顔を見ると、木下ゆきなさんとフジモンがちょうど半々のような気もします。赤ちゃんの時はぽっちゃりしていて目が細かったので、島田紳助さんと似ているように見えたのでしょうか。真相は不明ですが、4人の画像を見るとゆきなさんとフジモンの娘という感じのお顔立ちに見えますね。そんな島田紳助さんは引退後は何をしているのでしょうか。2011年8月に芸能界を引退した島田紳助さん、2020年以降は過去の芸能仲間の YouTube 動画に出演したりと表舞台に出てくることも増えてきました。また一時期太ったという報道がありましたが、現在は筋トレをされたりと健康にも意識をされているようです。ちなみに直近で姿を現したのは2023年です。2023年にはボクシングのイベント会場に来場し、リングサイドで試合を観戦する姿が話題になりました。また2024年9月には歌手でタレントの上地雄介さんが SNS に島田紳助さんとのツーショットを公開。変わらず若いなどの声が上がっています。島田紳助さんの現在の仕事は飲食店オーナー不動産です。島田紳助さんは大阪心斎橋にある寿司長谷川という寿司屋のオーナーです。その他にも鉄板焼きやバー、焼肉など全国7店舗の飲食店のオーナーをされているようですが、給料などは一切もらっていないと明かしていました。さらに島田紳助さんは現役時代から不動産もいくつか所有していて、賃貸料などで収入を得ているようです。部屋の賃貸以外にも商業ビルを3棟所有しているとのこと。資産は50億近くあると見込まれているようです。住まいはハワイを拠点に大阪の自宅、また実家の京都などを自由に転々とされながら生活をしているようです。タレントとして現役の時にはギャラを不動産投資などに回し、芸能界の不動産王とも呼ばれていたこともあったので、現在も寝泊まりには困ることはないでしょう。お金に困ることも一切ない状況なので、現在ほとんどの時間を趣味に利用しているんだそうです。そんな島田紳助さんは芸能界復帰はないと公言しています。2018年のインタビューでは、芸能界に戻りたいどころか全然やる気はないですと明かしていました。いかがだったでしょうか。今回は島田紳助さんについて紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、
高評価もぜひお願いします。それではまた。